どうも皆さん、こんにちは。ワイゼルインフィニティ5個のパーツで究極合体龍です。さあ今日はですね、懐かしいですね。とても嬉しくなりました。私はハヤブサの騎士ですよ。これ俺小学生くらいの時かな、もう多分20年前とかそういうレベルなんですけども、20年前くらいの時にエースモンスターで使ってたんですよ、ハヤブサの騎士。効果超単純で、打点戦、ディフェンス700と、このカードは一応のバトルフェーズ中に2回攻撃ができますよっていうモンスターですね。で、要するに強化してこいつをね、強化していっぱい殴ればいいという話なんですけども昔はこれに団結の力とか、あと魔導士の力とか、まあ、デーモンのとかね、こういうのつけてぶん殴っていたっていう、まあ、そういう感じですね。まあ今回は、デュエルリンクスでハヤブサの騎士が実装になりましたので、このモンスターを、使ってワンキルしていくというデッキになってます。ハヤブサの騎士やっぱり、ね、2回攻撃できるんで、結局相手の場面を掃除して1000アップさせて打点をで2回攻撃したら勝ちなんですよ。簡単ですよね。昔 OCG の 方では結構頑張って打点上げたりとかしないといけなかったんですけども、リンクスってほんと1枚でワンキルできるんで、カードこれとこれで、まあ、2枚かだからこれでワンキルできるんですげえ簡単なんですよね。でじゃあどうやってやっていくかっていうと、相手のモンスターを処理するために深淵の宣告者とか、あと供物とか、これガン積みして、で相手のモンスターを処理すると、でこれ戦力補充にしていて1500ライフを減らせれば、手札1枚デッキ戻して戦意速持ってこれるんで、ハヤブサの騎士を持ってこれますよと。でバックね、バックで妨害されるのが一番辛いので、局所的ハリケーンとナイトショットを積んでいると。まあ、それだけです。ギミック的にはほんと以上です。とにかくね、相手のモンスターを除去した上で、これつけてこいつに殴るだけ2回、それだけ早速ね、クソゲーをお見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、ちなみに先行プレミなんで、ちゃんと後攻を取るようにしてください。はい、トック進みましょう。さあ、お相手の方、10代くんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ちょっと、あ、勝ったわ。勝ち。あ、勝ちでもないな。でも宣告者がなんか来てほしいね。城之内くんのデッキ枠がちょっと全部埋まってて、城之内くんでちょっと使えなくてすいません。ちょっとどっか開けます。城之内の枠とかどれも消せねえなってなって、今ちょっと戦力補充っていうスキル見たら、なんかこう牛尾とかいう謎のキャラクターが持っていたんで、ちょっとごめんなさい、城之内で使えなくて申し訳ない。さあ10代くんがフュージョン。あ、でもフュージョンはめんどくさいな。これ宣告者ゲーになる、完全に。ちょ、宣告者ゲー、まあもしくは、まあ、3000超えるから、シールド場所2枚じゃダメで、ですね、これはね、宣告者ゲーだね。宣告者トップで引いて解決しよう。大丈夫、トップ解決能力は世界一高いと言われている。俺はトップ解決能力は世界一高いと言われている。さあグローネオス出てきた、珍しい。さあカード1枚セット。なるほど、肉声。あ、もうハンド強くないですか。ちょ、ハンド強くない、それは。ちょっと1回宣告者を引いて、そうなんです、引くんですよ。光属性選手 OK、引くんですよ。私はとりあえず挨拶します。おはようございます。おはようございます。さあ何でしょうか、このカード。はマスクチェンジかなんかなんじゃないでしょうかっていう話を今しようとしていた。さあこれで光属性戦士族を変身して、光属性戦士族が出てくる。全然関係ない、全く関係ないモンスターが出てくる。 OK、 いいだろう。で1枚戻して、で宣告していきましょうか。光属性戦士族、はい。さあ光属性戦士族を宣言。これによって相手は光属性戦士族のモンスターを自分の自らの手で墓地に送らなければならない。さあマスクとヒーロー効果出てきて即死出ました。出てきて出会って即死きました。出会って5秒で即死で、はやぶさの騎士を召喚、シールドファッション装備これあと1枚だったら勝ったな、あと1枚装備できたら勝ってたっていう史上最強のデッキ。これちょ、ナイトショットじゃなくてなんか1000上げるやつだったら勝ってました。いやー、ちょっとそれ厳しいですが、さあ一旦結城10代選手どうするんでしょうか。いや非常にね強いです、やっぱりこの超人は史上最強です。元祖2回攻撃といえばですからね。僕の小学生の時のエースはこいつでした。さあシールドバッシュを装備する必要もねえな。
スキル発動。まずは難易度ショットをデッキに戻して、ハヤブサを引いてきて、そして最強の超人を召喚していく。そしてシュードバッシュを装備。合計4連打が可能。バトルフェイス。さあ、クリボールぶん投げてみろ、ほら。ないんですね。甘えですね。クリボールないのはマジで甘え。このデッキそこそこ勝てて笑う。めちゃくちゃどうでもいい。なんか勝率 5% くらいかと思うじゃん。意外と勝率あるからね、そこそこ。そこそこ強いから。ワンキルデッキの中ではやっぱ強い方だよね。宣告者もいられるし、その、まあ、要はマサベルとかもなんかしょれるし、結構強い、普通に。サル、ファフナー、オッケー。サル、ファフナーか。ワンキル防いでくるからな。ちょっとそれはめんどくさいんだよな。まあでも守備表示に、されるっていうことはないので、なんでかっていうと、こっち特殊召喚しないんですよ。ハヤブサの騎士はね、通称召喚しかしないので、アメトリックス、アメンボで守備表示にしてきたりとか、守備力をゼロにしてくるっていう、あのインパクトとかで。あれ、一切効きませんね。基本的には。あの、セットはいいですよ。2回攻撃でひたすら分からせよ。どちら。3000にし、4000にもできるの強いの ?4000 にできるの強すぎない、これ。深淵の宣告者でしょ。水属性からの、機械族。水機械で、まあ、1人出てきてもいいわ、それ。それ出てくるとしたら、あれだろ、どうせ。あ、でもあれか、サル、ファフナーいるから、あの、デストロイが、あの、出てくる可能性あるか。あ、デストロイか。なるほど、オッケー。いいよ。デストロイはいいや。2600だから、3枚、蹴ってぶん殴ればいいね。オッケー。オッケー。オッケー。あ、今のはローラーのままです。さあ、スキル発動、戦力補充。俺は局所的ハリケーンを挨拶を、デッキに戻して、史上最強の超人を召喚していく。そして脳筋、脳筋、脳筋。やってることやばすぎるだろ。はい。はい。キモ、このデッキ。ターンしろ。さあ、相手の手札2枚、手札2枚、 OK。 手札2枚か。サル、ファフナーはもういないから、点火セットしたらシストバーンからだな。シストバーン、オッケー。でもこれグリガン出されなければいけると思うんだよね、これ多分ね。グリガン出さ、まあちょっとブラックローズが一番きついけど、グリガンかブラックローズが一番きついんだけど、多分ね、そんな簡単に多分出せないと思うんだよね。でシストバーン、多分サル、ファフナーの効果も今多分使っちゃうでしょ、これ。これ使った上で一人特殊とかされたら、ちょっと特殊じゃねえや、通常とかされたら本当ガン決まりのオニマルって感じだけど、それはちょっとお願いします。スモーガーはいいです。スモーガーの、まあ、召喚はいいです。これで効果発動するんだったら、オッケー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 、それは全然いい、全然いい。それはこれでもう多分、さすがに多分だけど、グリガンとブラックローズは出せないと思うから、モンスターが揃わないからね、チューナーと非チューナーが3体は多分大丈夫だと思う。でこれ機械族しか出せなくなってるから、多分大丈夫だと思う、おそらく。あー、トークンね、なるほどね、防御力高めるやつね。なるほど。なるほどね。4002連打だからね。それやらないと死ぬもんね。セット。あ、インパクト、インパクトかな。ちょっとインパクトめんどくさいんだよな。局所。まあ、これ局所はね、できる限り打ちたかったけど、まあ、しょうがない。バトルフェーズに行って、これはもう俺、殴るしか脳ないから。やること殴るしかできないんですよ、俺。もう。魔法トラップも使えないんで。まあ、あとは、頑張って、その、あれですよね、あの、ハヤブサの騎士の2体目を引くってことですよね。お、なるほど。これは真空召喚をしてアメンボ出していくるが、アメンボの守備表示になることはない。なんでかっていうとね、このモンスターはね、特殊召喚しないんだよ、このご時世ね。通常召喚してね、4000にしてるから、こっちだからね、守備表示になることないから、このモンスター強すぎる。でもこれモンスター残しちゃうのめんどくさいな。はい、なるほど。でこれ1人じゃなくて、1人か、1人をぶん殴っていく。もうしょうがない、これは。これはもうしょうがない。これで、あ、コズミックサイクロンか、オッケー。インパクトじゃなければもう全然大丈夫。でもさすがにこれ超えられないでしょ。これで、俺超えられんの、これ。超えられると思うんだよ、もうこれさすがに。墓地リソースない。墓地リソースなし。だからサルファブラーかシストバンか、その辺引くしかないの、相手ね、多分ね。引いてもモンスター増やせないと思うんだよな。セット、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。よしよしよし。オッケー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 。ああ、史上最強カード来た。
バトルフェーズ入るか。フリーボールないの分かってるからバトルフェーズ入って、でこれぶん殴るじゃないですか、ぶん殴るじゃないですか、バコンやるんですよ。で蜘蛛するんですよ、お供えするんですよ。これは対戦ありがとうございました。強すぎる、なんだこのデッキは。史上最強のワンキルデッキ爆弾。さあお相手の方、闇勇気選手よろしくお願いします。で3倍、さあ黄色火です。ただし速攻ターンエンド、即座にターン終了。もう本当即座にもう光の速度で相手が、あ、俺先行かって、疑うレベルでセットはいい。セットなるほど。セットはいい。それはもう全然いい。あー、これはね、これ一回ね、一回ターンしろだね、これ。さあ、お互いわけわかんない動きしていく。サンダーブレイク、何？ディパーテッドガイ、はいはい。ディパーテッドガイは墓地送られた場合なんだっけ、これ。このカードが手札またはデッキからカードの効果に出て墓地を送られる場合、墓地へ行かずにゲームが除外される。なるほど、これコストだから墓地が除外されるわけじゃない。さあ、ディパーテッドガイが特殊召喚された。なるほど。墓地へ、墓地に存在すると攻撃表示で特殊召喚される。なるほどですね。え？え？